皆様こんにちは。数字を数学するということで、今回は面白い3桁の数字について勉強していきましょう。では問題です。 A、B、C は1から9までの各桁の数を表しています。 A、B、C イコールAB たす AC たす BA たす BC たす CA たす CB を満たす ABC はどんな数ですか？答えは132と264と396です。では解説をしていきたいと思います。問題文の式を桁を考慮して数式で表すと、 100A たす 10B たす C イコール 10A たす B たす 10A たす C たす 10B たす A たす10B たす C たす 10C たす A たす 10C たす B と表すことができます。この右辺を計算すると 22×A たす B たす C で表すことができます。 A を B、C を使って表すと78A イコール 12B たす 21C となります。ではここでこの右辺 12B たす 21C、 この大きさがどうなるかを見ていきましょう。この B、C というのは1から9までの数を表していますので、この B、C の最大値は9ですから、この BC に9を代入すると 12×9 たす 21×9 となり 297 となりますから、つまりこの 12B たす 21C は 297 以下、つまりこの 78A というのが 297 以下ということが分かりますので、 A は1、2、3の可能性が出てくるということがわかります。では A が1の時から見ていきましょう。 A に1を代入しますから 12B たす 21C イコール78となります。ここで C というのは 21×4C、 この C に3を代入すると63ですので、この時は78を超えません。ですが C に4を代入すると84となりますから、78を超えてしまいますので、 C は3以下ということがわかります。そしてこの足し算をすると78、これ1の位が8ですから偶数ですね。そして 12B というのは、これ1の位が2ですから 12B というのは必ず偶数になります。一方この 21C というのは1の位が1ですので、この C がですね、偶数でないとこの 21C は偶数になりません。偶数足す偶数で偶数になりますので、 21Cつまりこの C というのは偶数ということが分かりますから、3以下の偶数ですから C は2と決まります。この C イコール2を代入すると B は3と求めることができます。では A イコール2の時を見ていきましょう。 A に2を代入しますから 12B たす 21C イコール156となり、また同じように 21C が
156を超えない C というのは、C は7以下となります。そして先ほどと同じ理由で C は偶数ですので、 C は2、4、6の可能性が出てくるということがわかります。では C イコール2から見ていきましょう。 C イコール2を代入すると 12B+42 イコール156となりますから、 B は9以下の自然数になりませんので、これは解異なしとなります。次に C イコール4の時を見ていきましょう。 C イコール4を代入すると 12B+84 イコール156ですから、 B イコール6と求めることができます。次に C イコール6の時を見ていきましょう。 C イコール6を代入すると 12B+126 イコール156となり、 B は9以下の自然数になりませんので、こちらは解異なしとなります。 A イコール3の時を見ていきましょう。 A に3を代入すると 12B+21C イコール234となり、C は1から9までの数を表していて、先ほどと同じく偶数ですから、最大値8を代入すると 21C というのは234を超えませんから、 C は2、4、6、8の可能性が出てきます。 C イコール2から見ていきましょう。C イコール2を代入すると 12B+42 イコール234となり、 B は9以下の自然数になりませんから、これは解異なしとなります。次に C イコール4の時を見ていきましょう。 C イコール4を代入すると 12B+84 イコール234となりますから、これも B は9以下の自然数になりませんから、解異なしとなります。 C イコール6の時を見ていきましょう。 C イコール6を代入すると 12B+126 イコール234ですから、 B を求めると9となります。C イコール8の時を見ていくと、 C イコール8を代入しますから 12B+168 イコール234となり、 B は9以下の自然数になりませんから、これは解異なしとなります。ゆえに答えは132と264と396であると求めることができます。いかがでしたか？今回は面白い3桁の数字を考えてみました。この3桁の数字はすべて132の倍数になっていますね。これもまた面白いですね。ではこれからも皆様のお役に立てるような面白い数学の動画や SPI の動画を配信していきたいと思っていますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。